私岡崎くんのこと好きです。私と付き合ってください。すいません困りますよね。いきなりこんなこと言われても。でも言わずにいると苦しくって。あのさ。はい。ありがとうな。でも俺たち知り合ったのついこの間だろう。今日と3人でよく飯食ったりはしてるけど。そうですよね。別にお前が嫌いなんて言ってないぞ。ただ恋愛の対象としては見てなかったっていうか、いやこういう言い方って失礼だよな。それでもよかったら付き合ってみるか。お互いのことをこれから少しずつ分かっていくわけだろう。だったらその時間を友達じゃなくてさ、彼氏彼女として過ごしてみるのも悪くないかなって。それじゃあ今から俺の彼女ってことでいいか。おい。看護学校を目指してるのか。はい、小さい時からの夢だったんです。俺なんか将来のこと何にも考えてないのにさ。その焦ることないと思います。そうはいかないだろう。フラフラしてたらお前にだって愛想つかされるかもしれないし。そんなこと絶対ないです。私何があっても岡崎くんに愛想をつかすなんてことありません。 ありがとう。え、俺人にこんな風に言ってもらえたことはなかったからさ、ちょっと感激だ。そんな。おーい、キャノ。日曜なのに何やってるのよ。ちゃんと寮といたげなきゃダメでしょ。バーカ、余計なお世話だ。そうよね、ごめん。え、いや。あの子ね。ん？2年の時からずっとあんたのこと好きだったのよね。そうなのか。ねえ、うまくやってけそう？なんとかな。真面目だし優しいし、すぐ赤くなるからちょっと気使うけどさ。そうそう、でもそういうとこも可愛いのよね。何よ。いや、お前ってほんと妹バカだよな。そうでもないわよ。
別に。ねえ、ん？リョウとキスした？は？してねえよ、女もん。ダメよ、もっとリードしてあげなきゃ。んなこと言われても、俺、女の子と付き合うの初めてだしな。じゃあ練習してみる？キスの練習、あたしと。あたしをリョウだと思ってさ、双子だし雰囲気も似てるじゃない？ね。はい、ここまで。練習なんだからしちゃったらダメじゃない。ああそれともまさか本気だった？なわけねえだろ、バーカ。ま、60点ってとこね。はいはい、じゃあね。ああ、あの公園でだってさ。マジで岡崎ってあの不良だろ。あの二人ね、同じクラスだったし今でも割と仲いいみたいじゃん。でもさ。うわ、来た。バカらしい。いくらなんでもあんなとこでね。恥ずかしくないのかな。なんなんだよ。おはよう岡崎。なんなんだお前まで。はぁ、俺と今日が。もう学校中の噂だぜ、昨日今日とキスしてたって。あ、いや、あれはなんつうか違うんだよ。とぼけんなよ。ま、最近変だとは思ってたんだ。なんか妙に楽しそうだし。だからしてないって。だいたい俺が付き合ってんのは妹の方だ。あ、お前と藤林亮が？マジで？そんなに意外かよ。だってお前ら全然タイプ違うじゃん。今日の方なら納得いくけど。勝手に決めんなよ。まあこの噂って藤林も。まあ学校に来りゃ嫌でも耳に入んだろ。わあ、いたいた。え、いや、ちょっと付き合ってよ、時間は取らせないから。僕何もしてませんけど。おい今日、お前さ、正直信じられないんだけど。なんでよ、私の言ってることそんなにおかしい？っていうか今までそういう雰囲気全然なかったじゃん。あれかな、近すぎて気づかない気持ちってやつ。そうね、似たようなものかな。ねえ、分かりやすい証拠見せてあげようか。ちょっと待って。やっぱ変だよ、本当に僕が好きなわけ？どういう意味よ。間違ってたら謝るけどさ、今日って岡崎が好きなんじゃないの？何言ってんのよ。私は。あいつ自分とお前の噂を消したくて僕と付き合おうとしたんだよ。噂なんて。ただの噂ならこんなことしないんじゃない？遅刻よ。あのさ、陽平が言ったこと真に受けないでよね。あんたと亮が仲良さそうなの見て、私も彼氏欲しいなって思って、傭兵にしとこうかなって思ってさ。そしたらお前な。ん？お前そんな簡単な気持ちで男作んのかよ。そっちこそ余計なお世話よ。あ
寮のことだけ考えてればいいのね。彼女心配させたら最悪っしょ。じゃあね。800円です。ともやくん。おい、名前で呼んでみたかったんですけど。嫌ですか？なわけないだろう。本当ですか？ああ、今日なんか呼び捨てにしそうですよね、今さらでした。ああ、よかったら私のこともりょうって呼んでください。ああ、じゃありょう。ともやくん。じゃあここで。ああ、ともやくん。お、また明日。角原のところも行くか。お、ボタン。ブヒ。どうしたんだ。今日は日曜だから誰も来ないぞ。 おい、ボタン、ちょっと待て。今日どうしたんだろう。どうもしてないわよ。あんたこそ亮とデートじゃなかったの？ずぶ濡れじゃねえかよ。来ないで。来ないで。お願いだから。あんたは亮のことだけ考えてればいいの。亮の彼氏なんだから。今関係ねえだろ。風邪ひくぞ。ダメなんだったら。ほっとかなきゃ。ダメなの。もう私に構わないで。今日。やめて。おい。やめて。しないで。私バカだからさ、優しくされると勘違いしちゃう。怖かった。告白するのが怖かったの。あんたに告白してもし振られちゃったら、もう友達としてすらいられないかもしれない。付き合えることになったって今度は亮が悲しむことになるもの。だったら諦めた方がいい。その方が傷つかないって思ったのよ。なのに今は後悔しかしてない。バカよね、自分が決めたことなのに。今日俺は友や、私は藤林京なの。亮じゃないの。遅かったのよ。バイバイ。難しい問題だよね、双子となんて。お前ならどうする？僕がお前の状況だったらか。それは決まってるでしょう。二人ともゲット。動かなくなるまで殴っていいか。すいません、冗談です。まあ正直めんどくさいよね。こんなことならいっそ。そうだね、二人とも距離を置こうなんて考えたら最高にヘタレだよね。
お前さ、自分が綺麗なままでいたいって思ってない？ここまで来たらさ、お前どの道どっちかを傷つけることになるんだよ。答え出すのが遅くなるほど傷が深くなると思うよ。三人の誰にとってもさ。はあ。ちなみにさ、もう一つだけ言ってもいいかな。お？あんたの悩みは贅沢なんだよ！いた。さーて、飯飯っと。ともやくん、お話って何でしょうか。二人きりですね。漫画なんかだと放課後の教室で二人きりならキスとかしますよね。藤林、どうして名字で呼ぶんですか。私ずっと思ってたんです。お姉ちゃんに負けたくないって。私知ってたんです。お姉ちゃんがずっと誰を見てたのか分かってたのに、お姉ちゃんに相談しました。智也くんと仲良くなりたいって。お姉ちゃんびっくりしてたけどすぐ笑ってくれました。任せなさいって。そう言ってくれるって分かってて、自分が卑怯だってことも分かってて、それでも智也くんのそばにいたかったんです。私じゃお姉ちゃんの代わりになれませんか。もっとお姉ちゃんみたいに積極的になりますから。髪も伸ばして料理も勉強して、智也くんが望むような女の子になりますから。違う、違うんだ。そんなことしてほしいんじゃない。智也くんのそばにいたいんです。俺は藤林、休みか。じゃあ鈴木。帰んないの？お前と付き合ってる間本当に楽しかった。誰かに必要とされるのがあんなに嬉しいことだって初めて知った。お前とならうまくやってけるって思ったんだ。このままでもダメなんだ。俺最低なことしてた。お前といながら違うやつのことを見てたんだ。そのことに気づいてからも黙ってた。お前の優しさに甘えて俺が好きなのはお前の姉なんだ。ごめん。友也。え？あ、今日お前どうして。いや、その髪怒られちゃった。え？リョウが言うの、逃げるなって。私ずっとこのままでよかった。リョウを
傷つけてまであんたを選ぶようなそんな汚いことしたくなかったから。だけどあの子が言うの、それは無理だよって、もう遅いよって。本気で智也のことを好きならもう逃げちゃダメだって。私たちどの道傷つくしかないんだから、同じ人を好きになっちゃったんだからって。あの子きっと今頃泣いてる。本当遅かったのよね、私たち気づくのもごまかすのも向き合うのも。でも傷つくのはこれで最後にするの。あの子も私も友也も。謝らないでください。でも謝られてそれを許してしまうとなんだか全部嘘みたいに思えてしまいます。私あの時間を大切な思い出にしたいんです。楽しかったこと辛かったこと全部。だから謝らないでください。わかった、ありがとう。明日さ、どこ行くんだっけ？遊びに行くって約束しただろ？あ、ごめん。それキャンセル。え？久しぶりにね、リョウが買い物に行こうって。だから無理。じゃあ、仕方ねえか。そ、仕方ないの。最近暑いわね。だな。ねえ、本当に私でよかったの？はあ？やっぱり亮と一緒の方が居心地よかったって思ってない？あのな、怒るぞ。うん、怒って。そしたらちょっと安心できるから。それって屈折してないかな？じゃあもっと分かりやすくストレートに。お前な。トモヤ、好きだからね。夏になるね。ああ。